2022年、10月27日水曜日の夕方です。ただいま船橋駅南口の、ところに来ております。でこの右が西部の、跡地でありまして、左が実はロフトあったところですね。ロフトがあったところはすでに実は 2棟のオフィス棟になることが決まってまして、ほぼ、オフィス棟出てきます。実は総武線からも見えるんですが、覆いがかぶされてますので、裏側でこれほど完成しているということはこの角度に来ないと、見られないので、知らない方もおられると思いますけど、ロフト跡地の2棟のオフィス棟はほぼ完成に近づいています。じゃあ西部の跡地はどうなのかということは、これ議会でも何回も質問してるんですが、今のところそのダイバーハウスですね、ダイバー棟が所有権を持って開発権を持ってまして、で船橋市がそれに対して、できれば 市民に役立つような施設を、一部入れてほしいということを話し合いをしているところで、その詳細はまだ公開できる段階ないので、議会でもまだ答弁はありません。また、西部の跡地についての詳細が分かりましたらご報告いたします。